野村さん。はい、出だしからしっかりタイミング早め早めね。よ。頑張れ。外足。あんまり体中倒さないようにして、外足逃げちゃうから。野村さん、そのライン落とさないように。野村さん、すいません、お世話になりました。はい、寺本です、お願いします。はい、寺本さん、タイミング良かったですからね。とにかく綺麗なとこ、綺麗なとこ滑っていきましょう。野村さん、3本目コース整備後。野村さん、行きます、お願いします。はいよー、タイミングまずね、それと切り替えの時に腰の位置ちょっと後ろで切り替えて、上体上にふわーって軽くなるからね、前にしっかり出てきてね。わかりました。ピッチャー4本。野村さん、はいよ、スタート直後まずリズム取って手の位置気をつけろよ。とタイミングだね、頭の位置がポールに近づくんじゃなくて外スキーの方に近づいて終わってくれ。一回一回いきます、お願いします。野村さん、はい、失礼です、お願いします。はい、OK、両爪の角度だね、しっかり早いところから押し込んで、ちょっと緩いね、内側が。痛い、きちい。